平野さやかは元卓球選手。栃木県鹿沼市出身。ITTF 世界ランキング最高位は10位。団9位は7段。全日本卓球選手権大会、女子シングルスで歴代3位体の5度優勝。2012年ドンドンオリンピック卓球競技、女子団体銀メダリスト。2016年4月9日をもって現役を引退し、現在はミキハウス。 日卓アドバイザー、日本卓球協会アスリート委員会の委員、解説者などを務める。また、芸能事務所のノースプロダクションにマネジメントを委託している。両親が共に高校から卓球をしており、その影響で幼稚園年長の5歳から卓球を始める。小学校時代は、深卓会、上山クラブで卓球を学ぶ。中学、高校時代は、 仙台育英学園秀光中学校、仙台育英学園高等学校に在学。中学時代は全国大会3位、高校時代は全日本選手権ジュニア優勝。中学時代から技術面以上に精神面の強さがあったとされている。高校卒業後はミキハウスに入社。早々にシニア代表入りし、日本の期待の若手として注目される。 18歳の若さで2003年度の全日本卓球選手権を初制覇。この時はかなりの接戦や逆転を経てのものであったが、翌年も連覇した。内容も圧勝が多く、その実力が確かなものであることを証明した。2006年あたりは調子を落とし、同年の世界選手権ブレーメン大会では、試合数がサブ扱いと不本意なシーズンとなったが、1年ほどで、 スランプから抜け出し、その後は国内で圧倒的な力を発揮、大会や選考会においてほとんど負けることなく優勝し続けており、不動の女王の称号を得ている。2008年1月開催の全日本卓球選手権、女子シングルスではトータルで3ゲームしか落とさず4度目の優勝を果たし、翌年の全日本選手権も接死3連覇。 2008年の北京オリンピックに出場し、個人シングルスは3回戦敗退、団体戦では3位決定戦で、韓国に敗れ、メダルを逃す。2009年2010年には中国、卓球クラブリーグ公 A リーグに参戦する。2011年8月、ITTF 世界ランキングにおいて、自己最高位の10位となる。2012年ロンドンオリンピックは、福原愛。 石川霞と共に団体戦のみに出場し、準決勝でシンガポールを下して男女通じて日本卓球として初めてのメダルを確定させる。決勝では中国の前に敗れた発したもののオリンピックの卓球競技において初の銀メダルを獲得した。帰国後は平野の地元、鹿沼市で外線パレードが行われた。2012年ロンドンオリンピック後の 各種記者会見などにて、2016年、リオデジャネイロオリンピックを目指すことを公言する。東京で開催された2014年の第52回世界卓球選手権団体戦では、日本女子として31年ぶりとなる銀メダルを獲得した。しかし、2015年に入ると、平野より16歳年下の伊藤美馬、平野美浦が対等して、 オリンピックメンバー選出基準となる世界ランキング上位3名から漏れるようになり、選考対象となる2015年9月のランキングで、日本女子としては5番手の世界19位となり3、大会連続のオリンピック出場を逃した。2016年3月15日、オリンピック以上に燃えることができる大会があるのかと、自問自答し、現役引退を表明。そして4月9日に行われた。 日本リーグビッグトーナメント、佐賀大会の初戦で敗れ、現役生活にピリオドを打った。12日引退会見を行い、卓球の神様から、いろんなご褒美をいただいた。よく頑張ったなと思うと涙ぐみ、今後は所属していたミキハウスのコーチとして、更新を指導することになった。引退後の6月、卓球ジャパンオープン2016で、卓球解説者としてデビュー。同年の、 全農杯全日本卓球選手権などでも解説を務めている。リオデジャネイロオリンピックでは取材する側として試合後の選手インタビュー、テレビの中継リポーターを務めた。12月以前から契約していたスティガとコーチ契約を結んだ。2017年1月から日本卓球協会アスリート委員会の委員を務める。7月芸能事務所のノースプロダクションに マネジメント契約を結ぶ。10月、日託とアドバイザー契約を契約する。2021年1月10日に一般人男性と婚姻。同月15日に自身が出演しているテレビ番組グッド、モーニングにてこの件について報告した。最高成績混合ダブルス。ありがとうございます。